はい、こんにちは。スタジオ系の茂木です。今回はですね、腰の不快感を和らげるための腰と背中周りのストレッチ、これを2種類紹介していきたいと思います。反り腰で腹圧が抜けたまんま泳いだりとかすると、結構泳いだ後腰が痛くなったり腰重くなっちゃうっていう人が多いんですよね。で、僕自身も高校1年生の終わりぐらいに腰を痛めるまでは結構反り腰で腰にこう筋肉に力を入れながら割と泳いでたんですよ。案の定腰痛になってしまって、アメリカで勉強してきた理学療法士の先生に腹圧とか体幹周りの入れ方、これを教わってですね、こう腰痛を克服してより水泳の実績が上がったってことがあったんですが、まあ、その壊した時に自分で編み出したストレッチ、これによってですね、結構僕自身腰が楽になったんですよ。で、結構腰痛って家系というか遺伝的にやっぱり腰痛が起こりやすい家系とか遺伝ってあるらしくて、で、僕の家はですね、結構僕の母もそうですし、割と親戚とかにも腰痛の人が多くて、生まれつきやっぱりちょっと腰周りが弱い遺伝はあるのかなと思ってるんですよね。だから未だにちょっと無理なことをしたりとか、少し頑張りすぎるとちょっと腰重くなったりするんです。そういう時にやって腰周りを伸ばして緩めて腰痛を予防している、こういうストレッチをですね、皆さんにもお伝えしていきたいと思います。では早速やっていきたいと思います。まず一つ目はですね、こういう何か柱とか何か掴まれそうなもの、家の中で探してもらって、こういうものにこう掴まってですね、背中を丸めながら体重を後ろにぐーっとかけていきます。この時におへその真後ろですね、ちょうどおへその真後ろのあたりに命門、命の門って書いて命門って言われるツボがあるんですけど、ここのツボをですね、こういうふうに開いていくような感じにして、おへその真後ろが一番こう後ろ側に来るような感じにして体重をぐーっとかけていきます。そうするとですね、普段反り腰とかでここがこう反って、腰のここら辺が縮こまってる人なんかはですね、今のようにして伸ばしてあげるとここが伸びてすごく気持ちいいんですよ。で、気功とか中国武術ではこの命門を開くっていうような立ち方とかで、姿勢を作ったりすることが結構あるんですけど、命の門、こうやると命の門が閉じるっていうふうに言われてます。で、少し骨盤を後ろに倒して背骨のこの腰椎の反りをなくすような感じにしてあげるとですね、命門が開いてきて、いい気が全身を回るっていうふうに言われてるんですよ。反り腰気味な人なんかはここにずっとこの反って、ここの筋肉がこうこわばって縮こまった状態が続いてしまっているので、まあ、どこかにこういうふうに捕まって体重を後ろにぐーっとかけてあげると、で、命門を思いっきり開いてあげる、こういうストレッチをしておくと結構気持ちいいです。で、この時にちょっと体をねじりながら、やってあげたりすると伸びる場所が変わって気持ちいいところが伸びていきます。まずこれが一つ目です。で、もう一つ目はですね、何も道具を使わずにその場でできるストレッチを紹介していきたいと思います。この場でですね、まずはこの溝落ちあたりから体を2つ折り踏みするような感じで、前にこういうふうにこうダラーンとします。その状態で肘を横に張って腕で輪っかを作ります。この腕の輪っかをぐーっとねじっていきます。なんかこうハンドルというかバルブみたいなものですかね、こういうのをこうぐーっとねじるような感じにしながら輪っかを作った腕をねじっていくと背中あたりがすごく伸びます。で、その状態で大きく息を吸ってふーって吐いたりするとすごく背中の筋肉が伸びていきます。逆も同じようにぐーっとねじっていって息を吸って吐いていく。で、この時にですね、頭は左右の足のちょうど真ん中に置いておくようにしてください。手をねじった時に頭もついていってしまうと、ねじれる場所というか伸びていく背中の場所っていうのがちょっと変わっちゃって、うまく伸びなかったりすることもあるので、頭は左右の足の真ん中に置いておきます。この状態で腕を横にねじっていく。ねじり切ったところで2回か3回ぐらい深呼吸をして、また逆の方にねじってあげます。で、同じように深呼吸をする。そうするとですね、背中の筋肉がすごく伸びます。どうしても人間って2本の足の上に体があるんですが、背骨って体のセンターにあるわけじゃなくてちょっと後ろ側にあるんですよ。なので前側の方が重いんですよね。で、この前側の重さを支えるためにどうしても背中側、後ろ側の筋肉が、常に緊張している状態で体を立てているんですよ。
この状態だとですね、やっぱり腰、背中、肩、首とかこの辺の筋肉って結構その常にこの筋肉が働いていることで体が立ってられるんですよね。なのでこの背骨の周りについている筋肉たちのことを脊柱起立筋っていうふうに言ったりするんですけど、背骨を立てている筋肉、ここにすごくやっぱり普段ストレスがかかるんですよ。特にこう腰反りながら歩いてる人とか、常に反りっぱなしの人とかは常に腰背中周りに強いストレスがかかりながら生活していることになるので、この辺を伸ばしていく方法みたいなのを知ってないと結構腰周りを痛めてしまうことが多いです。ただ腰痛ってやっぱり結構遺伝的な要素とかそういうのが大きく関係してるらしいので、いい姿勢でいても腰痛くなっちゃう場合もあれば、すごい変な格好、変な姿勢しててもなかなか腰痛にならずに、まあ、そのまま天寿を全うするっていう場合もあったりするので、一概にどうこうっていうのはなかなか言いづらいものらしいんですが、でもやっぱり結構日本人って腰痛の方多いと思いますし、腰痛めるとですね何もできなくなっちゃうんですよね。立つにももう力が抜けて立てないみたいな感じになったり、本当に何もできなくなるので、常にこういう形で背骨とかこの脊柱起立筋周りですね、その辺の筋肉を少し緩めておいて、この辺の筋肉をこう伸ばしておいてストレスをためないようにしてあげる、という予防しておくことも非常に大事なのかなと思います。はい、今回も最後までご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録と高評価が更新の原動力になりますのでよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。